じゃ俺たちが爆破んじゃねえかよ。それが狙いだ。爆破の首謀者が分かったか。こんなやり方をする人間を俺は一人知ってる。で、今その人はどこに？死んだよ。8年前ここでな。桜井さん！お前は生きろ。どうやらはめられたようだ。爆破の目的は建設利権だけではないようだ。長島さん？秘書の長島さんは信頼できますか？日本は各国に利権を差配するディーラーになり、組む相手を考えるんです。誰だお前？ AN 通信の人間なんですよね。あるんですね、そんなことが。本当にこれ以上彼女に深入りするな。あなたは俺に人生を教えてくれた。それがお前の人生になっていくんだ。私は桜井を消せという命令だけは高野に出したくなかった。桜井を追います。敵はあまりにも巨大だった。終わりですね、これで。中三島、まだあいつにそんな力はない。そしろ。いずれこの指令を出さなければいけないことは分かっていた。今回の計画の証拠全て抹消しろ。実行します。爆破事件の裏に隠された令和日本を蝕む陰謀。誰に頼まれた？今晩湾岸の都市役メモリアルタワーが爆破されます。ここも危険だ。行くぞ。それでも人間かよ。よく生きてきたね。果たして高野と田岡はこの乱戦を切り抜け、諜報戦の真の勝者となれるのか。何してるんですか？今日も生き延びました。連続ドラマ W 太陽は動かない、ジ・エクリプス、日曜夜10時。